はい、タキタチャンネル始まるよ。はい、私がですね、担当しますタキタ調理師専門学校の教員の森田です。資格としては管理栄養士と調理師免許を持ってます。今日はですね、手洗いの方法についてやっていきたいと思います。まずですね、今新型コロナウイルス対策として手洗いの方法というものが厚生労働省からまず出ています。こんな感じですね。普段からこんな手洗いやってますかね。はい、もう少しですね、詳しいものがですね、日本食品衛生協会というものから出ています。食中毒の予防とかですね、そういったものによく使われているものなんですが、これよりですね、もう一つ、詳しくですね、載っているのが今度ですね、文部科学省から出ている学校給食の手洗いのマニュアルということ で15項目出ています。これをまずやっていきたいと、はい、それでは始めていきます。まずですね、手洗うときはこういうですね、時計とか、指輪とかしてる人はですね、まず外します。ここからいきます。新しい自分と巡り合うために、ここから一緒に踏み出そう、滝田学院。ではですね、やっていきたいと思います。もちろんですけども、爪は短く切っています、ね。まずですね、流水で、軽く手を洗います。そしたらですね、次は、石鹸を取ります。で、十分に、泡立ててください。ですね、そしたら、手の、甲と手の甲ですね、手のひら、これをですね、5回ずつですね、こうやって、今ですね、いろんな動画出てますが、音楽に乗せて洗っていただいても構いません。なくてもいいです。1、2、3、4、5。そして今度はですね、指の間ですね、ここを洗っていきます。こうですね、次は今度指の付け根洗っていきます。3、4、5、1、2、4、5ですね。で、今度はですね、指先を今度洗います。指先洗う時ですね、この手のですね、シワのところもですね、よく洗うようにしてください。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5ですね、洗っていきます。で、次ですね、今度手首も洗っていきます、ね、1、2、3、4、5。で、今度ですね、この今度肘のところまでよくよく洗っていきます、ね、肘ですね。で、もしあればですね、こういったブラシですね、こういったもので、爪の間ですね、洗っていきます。なんでこう爪の間とか洗うかっていうと、こういったところが非常に洗い残しが多いっていうことですね。でもしこういうのがなければ、新しいですね、こんな歯ブラシとかでね、こうやって、暇です。よくよく洗ってください。そして今度はですね、十分にこの泡をですね、洗い流して行きたいと思います。で、洗いました。そして、このペーパーで、水気をですね、十分に拭き取ります。しっかりと拭き取ります。
本当はですね、タオルとかもいいんですが、タオルだとですね、他の人の菌が移る可能性もあるので、ペーパーを使っています。で、してます。で、十分に拭き取った後にアルコールをつけて、よくですね、すり込んでいきます。で、これで、終わります。15の項目があるんですけども、時間はかかりますが、ゆっくりですね、丁寧に手洗い、毎日度ですね、見直して、やってみてください。これで綺麗になったと思います。はい。